と人間界と魔界と天界の狭間にあります、ダンスオカフェ&バーザックで、対談ということでですね、今回進行を担当します魔界の王子千歳でございます。よろしくお願いします。そして今回一緒に対談してくれるのは、ただいま日本を拠点に活動しています俳優のテジュさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、はじめましてですね。はじめまして、ここをね、ダンスオカフェ&バーザックに迷い込んだわけですけども、どうですか、ちょっと変わった雰囲気のお店なんですが。なんかでもこんな感じの雰囲気好きです。あ、嬉しいですね。褒めてもらえて嬉しいです。ここは自分が池袋にあるんですけども、ここ自分がキャストとして働いているお店なんですけども、そうですね、まあ、ダンスオというね、女性が男の格好をして接客をするという、まあ、そういったコンセプトのお店なんですけど、ダンスオって知ってました？もちろん知ってました。ああ、本当ですか。いや、結構狭い界隈というか狭いジャンルなので、ね、そうですね、まあ、知っていただけて光栄です。僕も女性女装を一回やったことある。ああ、本当ですか。まあ、それでも趣味そっちじゃないけど。あ、びっくりした。イベントって感じで。あ、そうなんです。一回だけやったことありますね。そう、全然そっちに対してのちょっと話はありますけど、うん、似合わなくて。いや、絶対似合いますよ。いや、もう肌は白いですし、いやいやいや、お顔美しいですし、ファンがそれ見て、はい、もう一回やったらもうファンやめますっていう、手紙を送ってもらったこともあるっていう話がありますね。じゃあもうやっぱり男らしいかっこいい手順さんでいてほしいという願いで、何でしょうかね。まあ、それはそこまでは分かんないですけど、なんか10分くらいの短い時間でこうしてやったんですよ、助走を。あ、急いで支度して、はい、10分で。だからなんかこんな感じこんな感じになっちゃって、わあ、これどうしようって感じでしたね。あ、もうメイクも結構めちゃくちゃな状態で、はい、それは確かに半額かもかもしれないですね。ちゃんとやったら結構似合うと思う。ちゃんとした上層を期待しています。怒られない程度な。まあ、そんなわけで、今回は一緒に対談よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ、手順さん、日本を拠点に、まあ、今現在活動してらっしゃるということなんですけど、今年から、ね、そうですね、来てまだ7ヶ月くらい。7ヶ月でした。でもなんかもう日本に来て、もうすでにいろいろな、はい、舞台とか、番組とか、ラジオとか、いろいろやってます。まあ、その中でも、アベマ TV とか、はい、自分が気になったのは、恋愛ドラマの声がしたいっていう番組。あれは、もう恋愛をする番組。そうですね、半分は恋愛するリアリティバラエティで、半分はその中から選ばれた2人が主役のドラマを、短いドラマを撮るって感じの半分半分で。なるほど、結ばれた。はい、なんかあれですね、某昔の方のアイドルとか、あ、そういうタイプで似たような感じなんですね。その、まあ、番組の中で、まあ、自分ちらっと出させていただいたことがありまして、もう中でもちょっと言っていいのかあれなんですが、キスシーンを、はい、いや、もうキスシーンがもうすごくもうドキドキしまして、横顔がもうかっこいい。今も多分映ってる横顔だと思うんですけど、もうとにかくかっこよくて、男らしくて、すごくかっこよかったです。まあ、なんか恋愛ドラマの恋がしたいの中で、印象的な一番の中でも、やっぱり他のところで話さなかったところを話した方がいいですよね。あ、他のところで、そうですね、なんかもう初出しみたいな、はい、ですね、はい、その一緒に合宿したことがあったんです。合宿、はい、はい、その特別版 でその時に自由時間を与えられた時があったんですけど、その時みんなでなんかその海に行ってなんか遊んだりってしたんですけど、その時なんか、まあ、なんか小学生に戻って感じの少年の心、はい、普通今の年だったらなんか
海行ってもこんな感じで、うん、いいなって思って、なんかサムギョプサル食べたり、あ、いいですね、はい、そっち系ですけど、うん、なんかボールを一緒にボールで一緒に遊んだりしたら、これ、まあ、なんか純粋になった気分じゃないかって感じになってすごい青春を味わって、ナチンで盛り上がりましたね。あ、いいですね。海確かにね、なんかこうこの年になったらちょっとね、なかなかこう弾けるというか、はっちゃけるのって難しいですよね、心境的にね、はい、ちょっと恥ずかしいじゃないですけど、そんな男女の青春を海で小学生のような心で、少年の心で、あ、そんなのが印象的だったんですね。面白かったです。なんかその恋愛ドラマの恋がしたいっていう、あの、まあ、出演するきっかけってやはりオーディションとか。あ、そうですね、なんかオーディションに、うん、できましたね。なんか元々は、はい、本当合格できなかったかもしれない状況でした。それができなかったかもしれない状況。それでその一時は書類審査で、うん、2時からがその本番のオーディションでしたけど、うん、2番の時なんか印象に残る服とかスタイリングがいいんじゃないってなんか前さん、ふなさんって言うんですけど、ふなさんと一緒に話して相談して、あ、だったらこんな服どうですかって感じで、こう虹みたいな赤、もう青、なんか結構派手な服だったんですよ。レインボーな、はい、レインボーのその服を着て行ったら、そっちからその、まあ、3時までやったんですけど、虹の時に、もともとは落ちる予定だったんです。予定だったんです か、 なんかその時のキャラクターがちょっと3枚目っていうかあ、なるほど。だから男になんか見られないんじゃないって感じ の、 その評価っていうか、そっち系のキャラクターを持っていたから。でもその結構いい人が多かったらしいです。あ、結構これぴったりな人が多かった、はいはい、それでなんかどうしたらいいかなって、その制作チームで悩んでて、3時まで行っちゃったんです。それで結構トントントン、はい、もしかして2時で終わったら僕は落ちるかもしれないその状態で、うん、まあ後で聞いた話ですけど、3時の時はその僕その時たまたま稽古があって、うん、稽古着黒い上黒下も黒黒って感じで真っ黒で、はい、真っ黒で行ったんですけど、その時あ、この人3枚目じゃないかもしれないなっていう服装で判断されるとなんかキャラクターもちょっと落ち着いた感じで僕の普通の姿で話してたから、3時の時はあ、いいかもしれないですねって感じでなんか合格したっていう、その服装で決まった、はい、そんな感じです。なんかやっぱり人って自分のスタイリングに対して性格もちょっとだけは変わるんじゃないですか。確かに、まあ、性格出ますよね、服装に、はい、まあ、自分もまあこんな感じなんで出るんですけどね。いい感じです、ありがとうございます。じゃあそう、派手なのはもう偽りの姿だったということでちょっと分かってもらえて受かったってことで、そうですね、やっぱりそのキャラクターをちょっと強めにして、うん、強く作って、うん、印象深く、印象は植え付けられたわけですね、はい、いやすごい、あのマネージャーさんですか、一緒に相談したの、はい、すごい良かったってことですね、判断がすごい正しかったという。そうですねいやでもさすがですよ。いやでも本当に今現在は何で見れましたか？ YouTube とかでも見れる？ YouTube とアベマテレビ の、 そのアプリとかでその見逃し番組を見れるんです。じゃあぜひアプリで聞いていただきたいですね。そうですね、まあ、そんなわけで今は、まあ、アベマ TV がで結構知ってくれた方も増えたじゃないですか。うんと今回このアベマのこの番組を通して、はい、なんかいろんな方々が見てくださって、そうですよね、嬉しいですやはりね、番組見ててもやっぱりかっこいいですし、そのこう恋愛的なのをモチーフにした番組なので、ちょっとやっぱりね、女性からしたら、ファンの方からしたら見ててもドキドキしちゃう、自分が、ね、相手の立場になってこう見てしまうような番組だと思うので、やっぱりね、女性の心をたくさんゲットしたんじゃないかなとは思うんですけども、はい、ですけど、まあ、そんなわけで、まあ、俳優に
なられたきっかけというのをね、まず先に聞きたいんですけども。俳優ですね。もともと僕は芸能界に入る考えがなかったんです。あ、そうなんですか。もともと全然なくて、でも軍隊行くんじゃないですか。あ、そうですよね。軍隊行って、その地方開発省っていうその本を読んだんです。それが自分が何になりたいのか、自分の夢を探す、そんな本でしたけど、なんか自分の見た目とか年とか何にも構わずに本当にやりたいことっていうので、それ最後に出たのが俳優だったんです。おお、すごい。いきなり出てくるからこれどういうことって思って、一応でもなんか俳優ってどんな職業なのかちょっと気になるから、お姉さんに電話して舞台に送って、その本をで送ってもらって、それを勉強してたら、なんかある日夜明けになんか夢を見て起きたんですよ。その俳優になる夢を見て起きたら、なんか手がこんなに震えて、で心臓がこうな感じで、その前にはなんか一回もそのやりたいことがなかったんで、でその感情を初めて感じて、あ、この感情を忘れて生きたら、まあ、死んだ方がマシじゃないかなと思って、その日からその感情のせいでこんな難しい業界に入ってしまったっていう。でもまさにそれこそ正夢じゃないでしょうかね。そうですか。俳優になられてますし、でもまあまだされてますし、まだまだですから。いや、もう成功する未来しか見えないじゃないですか、もう。いやでもすごいですね、そんな夢がきっかけ。はい、そんな感じです。本当にもう天が与えた運命としか思えないので、そうしたら本当に良かったですけど、まあ、自分のその考えだけでのその夢だったらちょっと悲しいですね。すごいですね。いや、なんか自分もこの業界に入ったののきっかけって、まあ、単純だったので、めちゃくちゃ。どんな感じでした？いや、確か単純に、あ、モテたいみたいなよくあるパターンですよね。うん、たくさんの姫をゲットしたいみたいな。あの、自分はあの人間界にお姫様探しに、そうですね、魔界から来ているという、確かにあの、まあ、そういった魔界の王子をやってらっしゃるので、お姫たくさんゲットしてやろうみたいなところの、なんか単純な理由だったので、はい、まあ、でもすごいですね。うん、天に固められたようなところがありますね。じゃあ逆にその俳優になって、どれぐらい経ちましたか？ですね、韓国でやっていった。韓国で始めたのが21歳の時でしたから、8年、9年くらいですね。あ、8年、9年、大先輩ですね。まだ、5年目なので、大先輩。日本に来てからまだ7ヶ月だから、まあ、幼稚園ですね。幼稚園の子供を僕より先輩って感じです。7ヶ月、かわいいですね。まあ自分もそう、人間、魔界から人間界に来て5年目なのでね、人間界は日本に来て5年目なので。あ、そうですか。魔界から、あ、そうですね、最初に来たのが日本だったので、ずっと日本にいるので、その分では先輩ということで。いいのかな、いいのかな、先輩で。どうかな、それでいいじゃないですか。じゃあそんなわけで、まあ、7年、8年、9年、はい、9年か、まあ、入りになられて9年間やっていて、特に苦労したこと。苦労ですね。それって多分その仕事を辞める前にはずっと続けると思いますけど、なんか仕事がない時が一番苦労してるというか。 ありました、やっぱり。え、ずっと仕事がない、あ、まあ、ずっとじゃなくて、やっぱりなんか仕事が入ったら次の仕事まで待つ時間とか、オーディションの時間とかがあるんじゃないですか。それがやっぱり一番しんどいんじゃないかなって思います。これはまあ俳優の仕事をやってるみんな、皆さんだったら多分同じこと考えると思いますけど。Tokyo Borderless TV